はい、といとうわけでね、こんにちは船越さんのシリーズ、今回収録分の4本目。んえもうこれで終わりじゃないんでしょもう1本撮ります。すごいよね、夏ですなえ。夏ですじゃないよ。<laughs> 夏ですからね。夏ですからじゃなくて夏ですからね。ねこれねい、言いたかったんだけど、4本撮りで、だからもう今4あ、5本撮りか、今週ね。だから今週と来週分は、はい、もう収録から1か月ぐらい経つわけですよ。そうですね。 さすがにさニュース時事者としてはちょっとやっぱり離れすぎてるなって前回思ったの、うん、あそううんだからかいやこのに <laughs> <な>毎回4時間ぐらいやるからさ、はいはい、だったらもう月に2回2時間2時間でやった方がよ,よくないですか、うん、あいいよそれでも別にの方がまだこう時事テーマと としては扱いいやすんじゃなるほどね。ただもう一つ言わせていただきたい。今回の収録に関しては、そう方針を決めたとしても5本取りでしたね。なぜならお盆休みが入るからです。そしてあなたを分かってほしい。このお盆休みを取るのは、あなたではなく、音声チームのミキサーたちですから。えいや、今回はいいよ。今回はいい。次回からね、そのようなことも考えていきたい。よくか。やっぱりさ、私もあなたのスケジュールあんまり押さえすぎんのもどんなもんかなって。でもやっぱり このやっぱり前回ね僕ね6月下旬に撮った時に、はい、7月に公明党が訪中してますとかしてへんやんけこれぐらいのストロークになると、ね、取材成果も状況が変わって外れてくるんでなるほどまあその、うん、そうまあほらあの伊藤さんとか小山さんとかがやってるやつは基本的にメディア論みたいな話なんで。うん 時事性は問われないでしょうけど、うん、まあ私言うてねそのやっぱりその昨今起きてるニュースから話してるもんですから上がりましたじゃあ次回からねそうしましょうご検討くださいはいうんそれでさだらさ何<に>お前今回収録の1本目とかどこにニュース性があるんじゃいって皆さん思ってると思うけどね<笑><笑>えっと3週間前の、ね、だった何何してたっけ、えー、<俺>なんかあの渋谷の東京都市集中みたいな話とかあ それいきなり質問から始まったから。いやだからそれはやっぱりね、リスナーさんの、ねうん、ご意見ご感想、大事にしていきたいあ。ありがとうございます。それがら、サポキ、どうぞよろしく。あれ、どうぞよろしく。あのさ、なんかはい。そう。<laughs> なんだよ。いいはい、どうぞ。これね、ちょっとこの前起きた話で、ちょっと相談したくてさ、何が起きましたか。どうすればよかったかなーってん。何でも聞いてください、はいね。誰も得しなかったっていう話なんですけど。なるほど。 ね、ちょっと聞いてくれる私はもうね人生の羅針盤としておなじみですから、ね、<laughs> 何でも聞いてくださいこの間さ、うん、何週間か前に僕言いましたけど結構あのえっ、ー、とのえっ、ー、となるべく遅めに帰ってるんですよはいはい言ってましたねそうはい街をしろう街、ね、を歩いてるわけですから、はい、この間ねえっ、ー、とちょっと都心の方であのお食事して、うん、でもうギリギリ終電終電電車に 終電電車ってあんだよ。言わない終電の電車終電車言わない最終電車。最終電車。に飛び乗れたの、走って。乗り換え、一回乗り換えするんですけど、飛び乗れた。じゃあよかったと思って、で、まあまあお客さん、やっぱり終電っていますよね。そうなんだよね。そう結構ね。結構いるじゃないですか。それで、えっと、立って、で、優先、あの、 車両の一番端っこの方にある、えー、と優先席の前に手すりを持って立って、うんえー、その後ろ側には席がない車いすスペースみたいな,ある,ないあ,あるあるある、うん、で割とあそこが広かったんであそこの割と端っこら辺に手すりを持って立って、うん、でイヤホンをつけて音楽聴き出したんですよ、うん、でまあ僕が乗るのは10そっから15分ぐらいなんですけど、うん、まあ間に合ったと思ってっ、ね、そう 乗ってたらああまあねあの1駅3駅か4駅乗るんですけど1駅パーとか乗ったら自分が立ってる前に座ってるえっと優先席なんですけども普通の酔ったお兄ちゃんとかが座ってて座席にねはい、はい、で3席分あるうちの2席が男の大学生ぐらいの男の子2人、うん、2> でこの友達が立って 立ってて、うんで、この3人がグループで,、うん、で立ってる男の子が僕の隣に座ってこの3人はしゃべってたわけですよ普通に。うんはい、そしたらここに向かって僕ちょっと気づくの遅れ、ね、あの耳栓じゃないイヤホンしてたから <laughs> <laughs> ちょっと気づくの遅れたんですけど。はいはい 僕の背中越しに要するに車椅子を置くぐらいのポジションから、うん、すごい罵声を浴びてる人がいたんですよ。罵声を浴びてる浴びせてる。てるカップルだったんですけどその男側がああ彼もだいぶ酔ってたんですけど、はい、普通譲るもんだろうがって言ってるわけですよ。あ,あその若者が優先席に座ってるのに対して。<う>うん、で振り向いたんです。僕初めてそこで気づいてねそう。イヤホンを取って振り向いたらはい、はい、その方が。 とそのカップルの多分彼女なんですけど二<性>人とも義足だったんです。うん、なるほどね、うん、で、まあ、まあまあのまあ酔っ払ってましたから本人たちも。ってうん、うん、さお前らさどうなってんだよ、うん、とおっしゃってるわけですよ。はいその座って喋ってる男の子たちに対して。なるほどなるほど、ね、義足の男性がそう言ってるわけそうはい ね、しょまあ言い方そのまま言いますけど、うん、けん障害者がいるだろう目の前に、うん、お前らそれでいいと思ってんのかうん、うん、ってなってて、うん、でしばらくこの座ってる男の子たちは知らないふりをしてたんですけどまあほんの数分ですよでもその中の一人の男の子がもう今い,い,、まあ、いたたまれないもんもねわーっと騒ぎになったもんですから、うん、まあ立ち上がって「すいませんでしたどうぞ」 って言ったんですそうですかよかったしたら、いや、もういいよ。そんな偽善いらないから。ほうまあ酔ってんですよ。<laughs> 酔ってんですけど。偽善ときたか。うん、はい、ね。で、いや、いいよと。うん、まあ今更言われたってさ、みたいなこと言う、うん、言ってでも変わろうとはしないわけですよ。えー、いや収まんなくて。うん、で、もっとね、いや、いいよ。君、勇気出して言ってきた。認めてやるよ。 うん、おい隣のやつどうなってんだよってそのまだ座っている男の子はもうその立ち上がるタイミングも失っててうん、うん、<laughs> 一緒に立っちゃうよかったのに <laughs> そのまあなかなかね、うん、そのなんかこうでそっちに絡み出したわけほうほうほうなるほどでまあ彼女はずっとまあ見てるだけなんだけど、うん、この揉め事がこの数分続いて、うん、でだんだんみんなそこから距離取るんだけど僕はあの一番ドア側に。 立ってたもんですから、うん、まあもうその言い合いの、えー、実況席最前リング最前線みたいなまあそうなってくるねで距離が近いね見えたんです、うん、でちょっと一瞬考えて考えたあ,あってこれはどっちが悪いんだ <laughs>、うん、おおどうなったどうなったそのもちろん優先席なんで、うん、あの男のたちまあできれば代わってあげた方がいいよねそうね だ気づいてなかったかもしれない。その辺、ちょっと僕、序盤が分かんなかったので。まあ、酔ってるかもしれないしね。そううん、で、そっから、その、酔ってる、その、まあ、義足の方。うん、まあ、その、座り、座った方がいいし、まあうん、座る権利もあるかもしれないけど、そ、そんな言うっていう。言い方の問題もあるよね。で、ルール、別にあんたたちがその、必ず座れるルールはない、優先座席って書いてあるんで。 で,こうわでもその状況的にはその言ってるその義足の方の方がこがいい押し出しが強かったもんですからうん、うん、言ってる側言われてる側という関係性になってたもんで、まあ、23分考えた僕は、まあ、もう自分に来るなとは半分思いながらその義足の方に、うん、まあちょっと落ち着いたらどうですかと言ったんです。変わるるっって言って言し 俺もそうすると思う。あ、本当？うそしたら、まあ、もうね、周りからどん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 引いてるんですけど、人はどん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 引いてるんですけど、まあ、プレイヤー5人か6人、五人ぐらいか、その案の定、この義足の方は僕に、何なんだよ、お前。ねおどういう要件で俺に物言ってきてんだみたいな、お来た来たと、いいよと、そう来るだろうなと思ってたよと。 まあ、でもまあ彼は気づいてなかったかもしれないしその男の子がねうん、うん、気づいてなかったかもしれないしまあそのまあそんな今座るのがよくないですかねまあなお来るわけですわっとうん、うん、ねで,でまあ僕が言うことはまあ基本的にワン,ワンパターンというかまあまあまあ結論はもうこう収めてほしいそ,うよ、ね、そのためにわざわざそのリスクをリスクを取っててまあこっちからこっちにパンチ飛んできてもまあなんとかいけるなって一応見た目とかを <laughs> 見定めていやもうすんごいの来たらもうどうしようもないじゃないですか100ゼロで負ける大変なはでもその辺でもその何が困ったかっていうと僕が思ってたより長丁場になったんですよ、うん、えどうして収まんなかったからあそういうことねうん何なんだよお前大体お前何なんだよとか言うから <laughs> いえいえ、あの、立ってたもんです。感じなんだけど、はい。シラフでとった、ね、シラフじゃない、ちょっといっぱい飲んでたけどさ、まあまあ、まあでも終電に間に合ってほっとしてたら。通りすがりのものだよね。で、なんで、どうしようかなと思って、で、パッと、その振り向いたら、なんと、もうバーッとが開いて、自分が降りる駅だったのよ。あ降りなきゃ。そう。降りる駅になったのよ。はいはい。で、一瞬迷ったわけ。なんで 収まってないからこの場がまあでもあと降りないと終電だからね終電になったのああでもうほんとさ自分の頭をフル回転してさぐる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 あっこれ降りるべきだと思って、うん、降りる駅だと思ってでその僕にばーって言ってきた人たちにまあ、とにかく君たちが座るのが一番の正解って言って僕は駅降りたんですよ、うん、おい逃げんのかよって言われて、うん、プシューってドアが閉まって、うんうんうん 逃げた格好になっって終わわたるほどなるほど。僕もちょっと傷ついて。もやもやが残りますね。そうでしょうん。でこれ終電じゃなかったら僕残ってたかもしんない。ああ。ああまあ確かにな。ちょっと迷ったのそれ。うん。だから一瞬、あこれ終電だ。こっからこっから特急に乗ってたんで、こっから歩いて帰るの大変だなとか、アクチが何千円かなとかかかるよ。かかるでしょうん。だからその 座って席を変わろうとした男の子、うん、損,し損してますうん、うん、その怒鳴った人まあまあ損してます、うんえー、勇めようとした僕損してますうん、うん、どうすりゃよかったかなこれっていうねまあそれはあれですよね大見商人のね三方一両損ということでこれいいんじゃないですか <laughs> <laughs> 一両損は大見商人じゃなくて、我々三方を要して三方を要して、まあともかくさ、でも私は今あなたの話を聞いてて、はい、私もそういう場所にいたら、はい、やっぱなんか結構そういう揉め事とかは、はい、こう、わりかし口を出しちゃうタイプなんだよね。だってさ、もう出さざるを得ないポジションに<ー>いた<い>から。それは遠くから来ることはないけど、そこにいたら、うん、俺もそこではちゃんと行ったと思う。うで、それはやっぱり、その義足の男性が、あに、い 落ち着いたらっていうのは、それはもうベストの掛け声だと思うけどこれ以上なかったうん、これ以上だからさ、私、その場を見てないから、うん、大学生の男性たちね、2>, うん、2人で 2>、うん、2> あと歌ってた3人の、ね、<ー>の様子っていうのがちょっとよく分かんないんだけど、うん、その何なの,その全く本当に気づいてない感じなのか、それともやっぱり、これはね、僕は分かんなかったというのは、うん、その自分の後ろ側にその義足のカップルの方がいたんで、 気づいいててたたののかかかかどううななっっは分かんなかったんですよ。うん、だから目があなんかねその要するに文句言ってる側の人たちはお前目何回もあってんのに無視しやがってみたいなこともおっしゃってたんでなるほど分かってて <laughs> 席立たなかった可能性もありますあのさであともう一個疑問なのは、電車の一番端っこの席って大体3人座れないだからもう1人座ってた。 その人は寝てました。この女性の方。あ、そういうことね。今割れ関節。総外の女性がそこにいたわけですね。その人は最後までかプレイヤーとして参加してません。ああ、本当に寝てる子起きてるかもわかんないね。中間だから本当に寝てる可能性もあるし、なんとも言えないな。そういうことそう、そう。これ困ったけど、まあね全体もうちょっと僕も強く出れなかったのは、相関できてなかった。 まあ、あとだからさ厄介なのは酒が入ってるっていうところだね。酒の勢いでいってるっていうところがあってあと酒で勢いついてる人ってあんまり理屈通じゃないから <laughs> それは難しいね。<laughs> なんとかしたかったんだけどなもうあの,あの誰か僕をに参戦する人いるだろうという期待も途中あったんだけど、まあ、それはなかった。 ないね。あの <laughs> <い>車内のそういうトラブルに関与したことが過去僕もあるけど、<え>誰も入ってこないね。ないし、あと僕が降りる駅で、はい、そのも,もめってる言われてる側一回降りて隣の車両行きゃいいやんと思ったけど。 彼らももうなんか足が固まって,てっあかそれもさ <laughs> だからどっちなのかなっていうつまりいやなんでこんなこと言われなきゃいけないのかっていうことなのか、うん、それとももうなんかそのさその場の勢いでさはじろいでるのかっていうさあそのねその立った割ともうすっと立った子はもう、うん、まあ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 っていう感じなんだけどその。 もう座り続けてた側の子にはただただ意地になっちゃってたね。ああ<ー>、ね、そうだとするとなんともそっちもねそうなの。そうなのよ。だからどっちもどっちなんだけど。そうだね。 なんかさ、まあ、このね、その、先月か1、1ヶ月前の収録でも言ったんだけどさ、もう割と電車がギスギスしてて、はいはい。ああ、そうだね。なんかこうさ、もう毎回思うのね、もうみんななんかこう、うんもっと清らかな心で電車に乗れないもん。無理だろう、ね。お前の心も清らかじゃないの <laughs> <laughs> あの、やっぱり、その、義足の男性もさ、そんななんか、ケン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 言わなくたっていいじゃんね。そうなのよ。うん、いや そこまで強く出るルールにはなってないとだ一方でその意固地になってる大学生もさだから俺そっちにも多分行ったと思うな まあでも君もさ、まあそこは別にそんななんかもいいじゃなえよっていう、譲ってあげたらいい、ね。あでもその子も去ったのよ、最初に。当たったんだ。うん、去った。だから二人ともますじゃそれいいじゃんっていう。そう、それで解決だっただで、それでなんかそんなのもうさ、それ偽善だ、座らねえってそれはちょっとおかしいと思うんだよね。ああそれはまあちょっとあなたも言い過ぎじゃないですかっていう。だからそこで僕っこいかった。で、あなたがもやもやしてんのは、結局そのさ、場を収集する前に電車降りちゃったと。 でしかも逃げたって言われたっていう、うまあそのあたりでしょ。そ,<う>それは、あの、一切が一切気にしなくていいと思いますね。<laughs> うん、僕なんか気にしないです。<laughs> いや、なんかさ、なんか言ってなーって思うだけなんかさ、うん、迷ったのよ。なんか、んか解決に乗り出し、まあ、乗り出した時点では、まあまあ、その、その車両の英雄。 感が出てたのにお前だけそう思ってて、これ振り返ったらそうだだけで、別にそんなこと考えて話しかけてないけど、途中で投げ出して駅降りたわけから、もうしょうがなかったんだけど、なんかやるせないなっていう気持ちになりました。しょうがないでしょう、そこの駅は乗り換え駅なんだから、他のお客さんも乗り換えで降りる人もたくさんいるでしょうからね、あの人もそういう事情があるんだろうなってみんな思います。いや、僕の帰る駅だったあうなんです。ねはい うん、んそういうことってあるよね。ある。あるうん、そうで、本当特にその酔っ払いとかは、あんま口出さないほうがいいんだろうなとか思うんだけど、まあ、わかるよ、その場をね、ちょっとなんかもう少し和ませられるかなっていうふうにね、もうさ、もう、なんかこう、なんとかなんないかな、その辺 AI かなんかで、なんかこう、立ったほうがお得ですよみたいな、なんかこう、みね、イヤホンから、ピピ,ピ、ピピみたいな。 あなたは今、優先座席に座ってますけど、ああ<ー>、お,すすおもろいねみたいな。それで言えばさ、もうさ、やり方としてはさ、スチャッとこう財布出してさ、スチャッ1万円出して、ここで席を譲った方に、これをお譲りしましょうとかって言うてるの。<laughs> 何それ。それでさ、なんでお金がもらえんのよいやいや,いやお、それでなんかほら、大学生が立つんだったら、その1万円あげて、あね。うん <laughs> いや、<で>それ、何、自作の方が受けてのそんなのやだよ。何 <laughs> な,んなんのそれ。<laughs> まあ、そうだ、タクシー代が高くなって。そうだよ、何の意味もない。いや、なんかそういう解決の仕方とかっておしゃれいや。なんかもうさ、物理的な距離を測る AI とかないかな。もうなんかもう、なんかもう,かもう電車の中がもう本当にささくれだってんですよね。電車の中ってささくれだってるよね。な,るなんかね。 うん、まあでも、も、ま、と、あ、もとそんなもんだっていう気もするけどな。<laughs> 結構やっぱり終電とかってさ、うん、俺の学生の時分とかにもさ、まあ吐いてるやつや殴りや、殴ってる奴をね、いたなだとそれこそ駅員に殴り上がる奴とかもいるっていうからさ、ね、問題になってんだよね。大変だね、本当駅員の。大変な仕事だよ。まあでもこれもね、コロナが明けたらこうなってくるっていうところもあるかもしれませんけど、ね。はい。い<や>これを解決する。 半導体を待ってます。ない。ということで、半導体の話しますかすっげえ下手くそだな。<laughs> そんな繋なげ方ある。<laughs> 確かにさ、4本目は半導体の話しようって事前に言ったけど。俺がさっきから AI とか言ってんのにさ、もう気づかないからさ、うん。いや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 、無理でしょう。<laughs> 別に AI と半導体って直ョックで繋がんねえし。<laughs> えー最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。